おいすー、イモナレフです。今回もジョジョラストサバイバーやっていくよ。今回の動画はペア戦のアブブル、相方はキラだよ。予言しよう。生き残るのはこの私だ。アブブルの今シーズンの戦績はソロ戦最下位、ペア戦20位。今シーズンに実装されたアバッキオに対しアブブルは、攻撃した後の残り火によってとにかくレコーディングされやすい。戦闘距離も他の射撃キャラより近い上、相手の射程は近距離スタン技のレッドバインド以上ととにかく相性が悪い。ちなみにアバッキオの複製体に対しレッドバインドを仕掛けた際もきっちりレコーディングされる。そのためソロ戦の戦績は壊滅的だったが、ペア戦は射撃主体のキャラの中では2位。ペア戦ならばレコーディングされやすいという欠点を逆手にとって相方を守れるし、相方と連携を取れば敵は接近戦を仕掛けづらくなる。またアブブルは射撃の爆発でガード持ちも正面から削れるため、近距離主体のキャラが多かった今シーズンは活躍の場面も多かった。ただし近距離主体のキャラの数が多いゆえに後半までにダメージを与え損ねた者がいて、エリアが狭くなったところに力押しをされてしまうとやはりきつい。今シーズンにほとんどの射撃主体のキャラたちの戦績が振るわなかったのは、そんな環境が原因かと思われる。さて序盤はダービーの資格を多数抑えることができて残りはプレイヤーのみ。道中確認できたのはジョータロウとディアボロのペアに、今遠隔操作をしている光一くんにもちょっと攻撃が当たった。敵の位置も大体つかめたことだし次の安全エリアも遠いし、ここは移動してポジションを確保しよう。今向こうでチラッとキラが見えたな。これで残りのペアのキャラは判明したな。それを踏まえた上で後半戦の立ち回りを考えていこう。屋内は相手の遠隔操作が脅威だが、本体の位置が分かれば建物をすり抜ける際に視認できる。よしいいぞ、こんなところにまだ投資アイテムが残っていた。空中で溶かすのはわけない。敵の位置も分かっていることだし、ここは一挙前に出て壁越しに攻撃するか。相手の近距離攻撃の間合いには入らないよう間合いには注意だ。荒っぽくやらざるを得ません。まさか相手もこのタイミングで居場所が筒抜けだとは思っていないだろう。手加減はしない。クロスファイヤーハリケーンバリエーション。よしきら光一くんペアにそれなりのダメージ。これであのペアが消極的になってくれれば、ジョータロウディアボロペアへの攻撃に専念できてありがたい。そちらの方は南側に隠れているようだな。そして次のエリアも南側だ。建物内にいないことは分かったので、このまま屋根上を飛び移っていけば安全に移動できそうだな。今回序盤にこちらが抑えたダービーの資格は8体。他のペアは残り12体を4人で取り合った形になる。そのため残った2ペアは十分にレベルアップできていない。つまり片方のペアを先に叩いてチップを抑えてしまえば残ったペアは満足に戦えない可能性が高い。さっきから敵キラも光一くんも次のエリアに移動する様子がないな。邪魔者は始末する。おう、どう、キラクイ炎の魔術師マジシャツレット。爆弾を使うのは私一人で十分だ。敵キラもまだこちらを狙っていたが、私と相方に挟まれてダウン。これはやばいぞ。目撃者は生かしておけない。蹴りをつけるぞ。絶対に逃がさない。ここから移動しなくて。覚悟しな。私が行く。俺には熱をも溶かす炎がある。お、あのジョータロウ時を止めてこないぞ。ここまででやはりチップを確保できなかったらしい。くそ、近づいてこい。しまった。少し焦ったが、吹っ飛ばしてしまえば問題ないな。下の階から爆破されることを嫌がって飛び出したジョータロウを相方が仕留めてくれて勝利。ジョータロウの落としたチップが2枚だったので、やはりディアボロに回してアルティメットを解放できていなかった模様。前線で敵の注意を引いていた私を随所でカバーをし続けてくれた相方に感謝。それでは次の対戦行ってみよう。予言しよう。生き残るのはこの私だ。今度の相方はホルホースだよ。次回のシーズンでは新要素として戦闘中与えたダメージが表示されるようになるアップデートが予定されている。ダメージ計算の簡易化やペア戦での連携強化など今からでも様々な恩恵が期待できるが、アブブルは特に恩恵が大きいキャラの一人だと思われる。
アブブルの射撃は直撃、爆発、着弾場所に残る炎とダメージ判定がかなり細かい。爆発も中心部と外周部でダメージが異なるし、炎は何ヒットしたのかもわからない。おまけに爆発と炎はヒット音がしないためヒット数の分かりづらさに拍車をかけている。さらにそいつを乱れ打ちするアルティメットのヒット数のカウントなどお手上げ状態。ダメージ表示が追加されれば直撃以外のヒット数も視認できるようになり、おおよその消耗状態がわかるようになる。次のシーズンのアブブルはバランス調整ではなく、システム面の追加要素により使用感が大きく向上することだろう。さて他のプレイヤーから少しでもチップを横取りするつもりだったが1枚しか取れなかったな。やはり車線の通らない市街地ではちときつい。しかし相方がチップを確保してくれていたのでありがたく頂戴して体勢を立て直すとしよう。さてこいつは参ったぞ。まだ中盤手前なのに12人いたプレイヤーがもう半分になっている。後のチップは交戦中のペアでも襲撃して奪おうと思っていたがこいつはまずい。もう残りのペアは万全のものばかりなのでここからダウンまで持っていくには時間がかかる。おまけに後半のエリアは建物だらけ。いくら屋内にも攻撃できるアブブルやホルホースといってもこれでは的を絞れず決定的なダメージを与えることができない。これではこちらが有利なエリアの広いうちにチップを確保して勝負をかけることができない。しかも終盤のエリアはさらに建物密集地化。これではわずかな道路を陣取っても建物内や屋上に車線が通りにくく効果が薄い。だったらここはあえて建物を抑えて高台からの攻撃を狙おう。残りのキャラで確認できるのはジョリーンが2人とアナスイだ。やってやろうじゃん。私の炎は加減が難しい。ジュロスパイアーハリケーン。残念仕留め損ねたか。かなりのダメージは入ったはずだがダウンが取れなくてはちと厳しい。しかもジョリーンは2人いるのでどちらがダメージの大きい方かわからないときた。しかし少なくとも片方はまともに攻められるほどの体力の余裕はないだろう。引き続き建物上を抑えて下の敵の動きを制限しよう。アブブルならば敵が攻め込んできても狭い場所に炎を放ったり屋根上に来た敵を下から攻撃できる。そしてエリアが狭くなるほど打ち下ろせる状況でさらに炎が力を発揮する。お前分解してやりたくなった。油断のできない相手だ。俺も必死なんだぜ。始末。そこで止める。離すぜ。ずーこいつは食らえ。クロスファイヤーハリケーン。今のはレッドバインドでアナスイを捕まえて相方のサポートをするべきだったが反応が間に合わなかった。しかし敵もこちらに上を取らせまいと必死で攻めてくるな。行け。ダイバーダウン。何だと。バラバラになるわ。いてしまった。許さん。おっとアナスイがアルティメットを狙ってきていた。しかしギリギリ反応が間に合って直撃は免れた。しかし残り全員上に来て体力はもうギリギリだ。ここは下から炎で追い込みをかける。地獄を貴様に出る。しまった。ジョリーンのダウンを取れた範囲がエリアの縮小があっち側だったか。しかしもう全員体力は限界のはずだ。なんということだ。落ち着け、オールホース。圧倒されるな。なんてことはねえ。ありえねえ。この俺が。本当に厄介な敵だった。チップの確保もできず地形にも恵まれず、敵の攻撃も苛烈だったが相方の冷静な判断力により勝利。最後アナスイがアルティメットを狙っていたが相方はギリギリの位置でしのぎ、その間にここまで蓄積したダメージとエリア外ダメージで決着となった。私以上に不利な状況下で最大限以上の仕事をしてくれた相方に感謝。それではご視聴ありがとうございました。